イエス・キリストは昨日も今日もとこしやまでも変わることない私たちの主です。その主にですね、期待しつつ言葉を広げしてまいりたいと思いますが、今週の水曜日ですね、この長崎の地で、この殉教聖会ですね、416年前かな、ということで、この長崎で、この26人の方々がこのイエス様の名のもとにですね、殉教されました。そこからですね、このクリスチャン迫害が始まり、そして浦上のところに隠れキリシタンがあり、そしてさらにですね、明治政府が迫害して、このですね、一族労働をですね、この、まあ、島流しじゃなくて何でしょうかね、散らされて、そしてですね、その中で信仰を全うしていく中で日本におけるキリスト教の、ね、起源が解かれていったというね、大きなこのポイントの地です。でそのですね、この教育教育の写真はそこに西田公園というのがあります。ここは何かというと、その26人の方々がこの殉教したその場所ですが、そこにですね、レリーフがあって、この前でですね、この聖火を持つことになっております。ぜひですね、この覚えて祈っていただきたいと思いますし、当日ですね、このオンラインで流すということが、この導かれていますので、50人、これは自由参加ですが、2時からと、そして6時半からですね、教会で、この社会をしていきます。また、スマホやですね、コンピューターを持つの方は、皆さんの方でもご自分でもね、見れますので、お時間があればですね、ぜひ見ておいていただきたいなと思っております。そして教会からですね、今のところ6名の方がね、行こうとしていますので、さらに覚えていただきたいと思います。そしてさらにですね、2月の26日から28日に白馬スネルゴイキャンプですね、冬の白馬と言われていますが、それが行われてきます。まだね、受け付けてますので、行かれる方はね、聞いていただきたい。ただね、白馬は遠い、ね、ちょっと調べたらね、大阪からだいたい7時間ぐらいかかる、7時間から8時間かかる、関空からね、ですね、ですからね、海外選挙並みに遠いですから、ね、準備しておいていただきたいなとね、思っておりますし、あとね、特にですね、冬の白馬のね、ですね、あれはですね、寒い、ね、電車の中はね、暖房が効いてたりするんですが、ホームとかね、沿っていくとですね、大体寒いですから、その寒さにね、負けずに頑張っていただきたいなとね、思っています。ただ、向こうに行きましたら、スキースノボ、雪遊びもできますし、またホテルの中はね、暖房ガンガンにやってますからね、私は大体半数ですね、ホテルの中で、外に行くときはちょっと来ますけども、ですからね、サインですね、見ておいていただきたい。そしてそこでね、賜物のこのセミナーとともに蒼天聖会、夜の聖会、そして27日はね、新井先生が来てくださって、このメッセージをしてくださるということになっております。ですからね、そのこともぜひ期待していただきたいなと思います。そして3月ね、21、22日に秋元牧師が来られますし、さらにこの、ね、日本の児童養護施設のね、お話し合いとお祈りをですね、持つことになっておりますので、ぜひね、覚えて取りなしておいてください。そしてさらにですね、この24日から感謝と賛美とリバイバルキャンプですね、さらに見ておいていただきたいと思います。それで今日はですね、このヘブル人への手紙の、この連行の4回目として、ね、なんでヤコブを開いてるのか間違えて、ヘブルなのにヤコブを開いてみました。この 9節からお読みしてまいりましたが、9節に、ただ御使いよりもしばらくの間祝福された方であるイエスのことを見ています。イエスは死の苦しみの上に栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わられたものですと書いてあります。ここにですね、
ちょっと余談ですけどね、この一節からずっと書いてきてね、それまでね、イエス様ってね、一言も言ってないんですね。巫女とかね、そういうふうにですね、言ってるんですが、ここで初めてイエスという名前が使われていますが、特にここね、イエスをですね、すいません、イエス、このイエスのことは見ていますですね。イエス様を見ているぞってね、このヘブルの著者は言ってるんですね。このね、今日お話をしていくこの9節から18節までは何かというと、このイエス・キリストという方はどういう方かということをね、さらに述べていくわけです。それは何かというと、先週もお話しましたが、2章の1節に、ですから私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留めて押し流されないようにしなければなりません。つまり心にしっかりとイエス・キリストを持っていく、ね、持っていく。じゃあ持っていくために何が必要か、ね、ここにイエス様を見ていく、イエス・キリストを見ていくかどうか、ね、神学的にね、皆さんよくご存じのように、イエス様はいつもイエス・キリストを信じた者と共にいる、ね、共にいる。生活の中で、仕事の中で、夜寝る時も24時間いてください。その主にね、祈ることはできます、ね、でも何かあるとね、ちょっとイエス様向こう向いてと、ね、私は今ね、あなたにね、見られたくないことをやってますから向いててとかね、ないですか、ね、このイエス・キリストをね、見ていくということは、逆に言うとイエス・キリストに私たちが見られていく、ね、主はお一人お一人を見ておられるぞということなんです。そしてここにですね、もう一つ書いてあるのが、ここに、この御使いよりもしばらくの間低くされた方、ね、低くされるって何か、これね、後でお話ししていきますけど、この血と肉を受けていく、つまり人となられた、ね、初代教会に、じゃあ初代じゃない、アダムとエバがですね、神から離れて罪を犯しました。人は罪を犯したわけです。その人となられる、人となれる、神である方が人となられる、低くなる、ね、低くなるってね、これ一つね、大事なんです。何かというと、私たちのところに降りてきてくださって、私たちの弱さや悲しみや苦しみや病を負って、そしてそこ十字架を負って苦しまれて、その上に救いの道が開かれる。第一の方でもね、少しお話しましたけど、昔ね、蜘蛛の糸ってね、本ね、私好きだったんです。まあ、読んだことのある方いるかもしれませんがね、極悪非道のね、悪いやつ書いてね、それがある時ね、歩いててね、蜘蛛がね、下にいて、それを踏み潰さなかった。でもね、案の定ね、彼はね、これ一応仏教の話ですけどね、ね、地獄に落ちた、地獄に落ちて苦しいってね、だから助けてってやったら、そしたらね、お釈迦さんがね、上からね、その潰さなかった蜘蛛ね、その糸を垂らす、ね、ちっちゃな蜘蛛ですよ、糸を垂らす。そしてその糸にね、彼は気づいて登っていく、登っていくんですがね、そして登りきったら助かるですけどね、そしたらね、それに気づいたね、他のね、地獄にいた人たちがね、我も我もってね、登ってくる、ね、でも蜘蛛の糸で人が登るのかなとか一瞬そこで考えるんですけど、いつもそうするとね、彼はね、登るな、俺の糸だって言って、それでブチンと切れる。まあ一つのね、教訓ですけども、ね、でもね、今ね、こう思うんですね、上から目線、ね、上からね、登ってきたら助けてやるぞ、ね、イエス様の救いってそうじゃないわけですよ。イエス様は私たちのところに来てくださって、私たちと同じようにね、肉を持っておられて、血を持っておられて、生活をされて、
33年間歩まれて、そして十字架にかかって、つまり神であるのに人となった。これね、考えすぎるとね、頭が痛くなります。神が人となれるのかとかね、いろんな疑問があります。でもね、この大事なことはね、ちょっとしてこのね、大事なことは何かというと、イエス・キリストを信じる者が救われる、この事実です。で、そのために主は十字架にかかった、低くなられたんだよってことね、ここで言ってるわけですね。このそして、それはイエスは死の苦しみの上に栄光と誉れとの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわられたものです。このイエス・キリストを信じる者だけではなくて、全ての人ってですかね、全ての人ってね、イエス様を信じてる人だけじゃなくて全ての人ですよ。まだイエス様を信じてない方、全ての人のために十字架を追って死を味わった。そして再に10節に、神が多くの子たちの栄光を導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ちょっと難しい言葉ですけどね、これ何かというとね、イエス様は、ね、創始者である、初めであり終わりである、初めであり終わりであり、その救いの初めであり、人の初めであり、人の初めって言っちゃいけないね、アダムで言いますからね、信仰の初めであり、救い主のとして来られた方。これ何かというとね、ヘブル・ビートへの手紙の12章にあります。12章の2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのように反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。この目を離さないでいなさい、つまり見なさいってことです。信仰の創始者である完成者であるイエス様を見なさい。それは罪を負って十字架にかかられただけではなく、ここにね、大事なことが書いてあるんですね。これ何かというと、あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。まあ、イエス様のことを、まあ、考える、私ね、これ別の訳があるんじゃないかなと思う、まあ、どっかで調べたいなと思ってますけどね、イエス・キリストのことを祈り思いね、味わっていくときに元気になっていくぞ、平安が来るぞってことですよ。これね、大事なんですよ。ね、いろんなね、試練や問題の中でね、ね、試練と問題を見てるとますます暗くなります。でもね、その時に神様に祈れることがね、私たちの特権なんです。秋元牧師がね、よくベニヤミン君のことを話しますけども、まあ一番そばにいたものとしてね、本当にね、この転倒転換でね、能面のような顔で、まあ私はその時独身でしたけどね、子供ができてからね、ちょっと先日ね、吉也君のね、赤ちゃんだったっていうのが話題に上ったんです。今彼の髪の毛はね、寝ておりますけど、その時はね、全部立ってた、パーッと立ってた。そしてね、誰かが言ってましたけどね、ね、すぐね、ぐっすり寝てくれる、ね、そしてね、起きると普通ぐずるじゃないですか、ね、うちのね、吉野君はね、ぐずらない、ね、ニコニコに、ね、で、そのね、彼の存在だけでね、教会来たいっていうのがね、いたんですよ。佐田牧師のね、おばあちゃん、ちょっとね、
いろんな問題があったんですけども、ヨシア君ってあのね、なんか孫のように可愛がってくれてね、このね、非常にね、可愛がってくれて、ハンナが生まれた時なんかね、その家がね、うちで預からせてくださいって言ってね、大丈夫ですか、大変ですよ、大丈夫ですって言ってね、あの知恵がありますね。何かというとね、夜中になるとね、全部真っ暗です、ね、8時ぐらいに真っ暗です、テレビもつけない、何も、そうすると寝る。うちもそうしたらいいと思いますけどね、真っ暗です、ね、そして朝までぐっすり寝てくれて、いい子ですよって、ね、うちのおばあちゃんがね、いてくれるだけでね、本当にね、元気になってきますってね、ね、だからね、そのおばあちゃん、ヨシア君いつも見てるんです。ヨシア君、ヨシア君、ヨシア君って言って見てる。まあ福岡にそのままいなくてよかったなと一生思いますけどね。私たちがね、イエス様を見ていくってことはね、これ大事なことなんです。聖書を通し、祈りを通し、教会を通し、またさまざまなことを通してね、見ていく。それはね、例えばね、この感謝もそうですよ。感謝って誰にするんですか、ね、イエス様にするわけですよね、まあ、神様にするわけです。つまりそのことを通してイエス・キリストを見ていくという信仰の意味をしていってるわけです。ですからね、そのイエス・キリストを見ていくという事柄を通してのね、恵みと祝福があるぞということね、知っておいていただきたいと思います。そしてさらにね、読んでまいりますが、11節から、聖とする方も聖とされる者たちも、全ては元は一つです。それは主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は神に信頼する。またさらに見よ、私は神が私と私に賜った子たちはと言われます。そこで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれている奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。で、聖とする方、聖とするとは誰だ、ね、神様です。で、聖とされる者たち、これ何かというと私たちです、ね、じゃあ聖と何かというと、ね、いつも話してますけども、清められるということですが、じゃあ清められるために何、神のものとなっていく。でそれは何かというと、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないと。イエス様ね、地上生涯でペテロたちを、ね、兄弟って呼んでるわけですよ。兄弟って何か、ね、同格って意味です。同じ、ね、長子とね、弟っていう関係はあります。でも同じ父なる神のこの同じ同格のもの、これね、すごいことですよ。上から目線じゃないわけですよ。下からであり、共にあって兄弟である。そのイエスを見ていきなさいっていうことと、ともにここにね、14節、そこでこの12節から13節はね、この旧約聖書の引用ですが、14節は、そこで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。つまり人々が、私たちが血と肉を持っているから、ね、同じように人となられたということです。そしてこの血と肉というのはね、また別の意味があるんです。それは何かというとね、この先にこれを読んでき、この16節から少し、17節も読みします。主が御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。ここになだめっていう言葉、これは生贄ってことなんです。生贄。そしてヘブルのね、9章にね、こういう言葉があります。9章のね、18節から、ヘブル・ビデオの手紙の9章の18節、
したがって初めの契約も血なしに成立したのではありません。モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語った後、水と赤い色の羊の毛と秘策のほかに子牛とヤギの血を取って契約の書時代にも民全体にも吸いかけ、これは神があなた方に対して垂れた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を吸い出すことがなければ罪の許しはないのです。この血を吸い出すことがなければ罪の許しはない、血によって許しがある、つまり生贄の血です。で、前もね少しお話しましたけども、旧約時代において生贄はどういうねこのやり方をするのかというと、牛とか羊、これね傷のないっていう条件がつきます。つまり完全な、ね、その牛と羊をですね連れてきて、その牛さん羊さんね手を置いて、神様このね牛羊私の罪を、ね、身代わりとしてくださいと祈ってこの送るわけです。で、ロバート・ユインさんというね使徒団運動の創設者であるそのですね、ロバート・ユインさんがねこのところで、どういうふうにね幕屋が、まあ、あの方は幕屋のね研究が盛んでしたけども、牛を羊を振ってそのまま血が流れていってそのまま持っていく、そして祭壇ですね燃やすところに行ってねそこでね燃やすわけですけど、そうするとそこは血の玉になっていく、それからまた神殿まで持っていく、幕屋までですね持っていく、そうするとどうなるかというと血のね十字架ができる、まっすぐ持っていく血とそして祭壇のね中心にあります、そのね横にねたまりますからそこだけ広くなっていく、血の十字架ができるんですねってね、そしてそのねこの祭壇ですねとこの契約の箱は 1.5 キュビットっていうね高さが同じ、つまり恵みは同じですよ。まあねロバートさんの話をね皆さんお休みなんですけども、唯一ねちょっと覚えてる、ね、まああといくつかありますけどね、さえですねそういうね話をされてましたけども、つまり血の注ぎなしには許しはない、ですからイエス様は私たちのためにこの血を流された。イエス様の最後はねこの最後に槍で脇腹を刺されて血と水が流れ出るという、そういうね血を流されてこの最後全うされていくわけですね。で最後にですねヘブルの方に戻りますが、そしてここに、この主もまた同じようにこれらのものを、14節ですね後半、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれている奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。つまり十字架はね死からの解放、それは何、死というのはね罪のゆえに入ってきました。だから罪の許しは死からの解放なんです、ね、ただ私たちはねこの肉体、これ罪あるものの肉体として持ってますから、ね、栄光の体に変わる必要がある。敬虔の時にはその栄光の体に変わります。で罪なき者の体ですね、またね亡くなった方々はその時ね天に引き上げて栄光の体が与えられています。だから罪なき者の体がイエス・キリストを信じた者たちに与えられていくぞってことをですね言ってるんですね。そして16節、主は御使いたちを助けるんだ、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるんです。アブラハム、つまり信仰の父と言われているその信仰の父の子孫、イエス様を信じた私たちは霊的なイスラエル人ですからアブラハムの子孫なんですね。で、そしてですね先ほどの17節です。そして18節、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることがおできになるのです。で、イザヤ書にはこういう言葉があります。イザヤ書の53章、有名なところですね、
3番ですと1214ページですが、4節からお読みします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は忘れられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼の打ち傷によって、つまり十字架によって私たちは癒された。もう癒しもそうですが、救いもそうです。それは何か、イエス様が私たちの罪のためにこの地上に来られ、その罪を負われて、そして十字架にかかる。そしてこのヘブンのね、18章戻りますが、この試みを、ね、受けられて、それを全うしたために、私たちに対してもそのことを祈り取りなし導いてくださることができる。それはイザヤのね、予言の成就ですよとね、言えると私は見ております。さあね、覚えていただきたいと思います。お願いします。愛する他の地の神様、先の年があなたを愛し、あなたに従い、あなたの地に会えることができますよ。助けに導いてください。癒しの祈りをしてまいりたいと思います。まず悔い改めの時を持ち込みましょう。それではお祈りしていきます。愛する天の地の神様、さに癒しを過ぎ、解放を過ぎ、礼をさせてください。イエスキリストに言って、癒されよ、癒されよ、癒されよ。オールサンダラセー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 、ハーラサンダラセーセー、ハーラサンダラセーセーセー、オールサンダラ。この頭痛の方ですね、そこに主が触れています。またこの体調が悪いという方がいますが、そこに主が触れています。癒しをイエスキリストに、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美してみましょう。私たち一同ともに、世をとこしえに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。短くお座りください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。